皆さんこんにちはゴブリンスレイヤーリザードマン役の杉田智和ですいよいよ10月6日からテレビアニメゴブリンスレイヤーの放送が始まりますリザードマンは1話にいませんなぜかと言いますとまだ出てきてないからですきっとねちょっと先の話数からでもそんなにかからない段階で 彼らはきっと出てくると。彼らということは、頼れる仲間はみんな目が死んでない、あ,あいつらが来てくれます。なので、ゴブリン・スレイダーさん、無口で何も言わないんですけど、結構、結果で物事を何でも示すんで、ただ、唯一の欠点は、その、間に合わないってことなんですけども、間に合わなくてよかったってみんな思ってますよね。私もそうです。ですので、リザードマンとしてはね、なるだけこう戦いを引き伸ばして、引き伸ばして、その頃村では。 おっとこれいいいいけない公式いちゃいけななしちゃよねそれでは皆さん、えー、期待するものはみんな様々あると思うんですけど根底にあるものは1個かなってなのでこっそり楽しみましょうね <laughs> 放送まで5日皆さんどうぞお楽しみに明日はなんと女神官殿がカウントダウンに登場いたしますお一体どういうことだってね小倉さんが女神官の格好なのかないや違う 3D モデルのキャラが出てきて バーチャルなんとかでデビューしますそんな簡単なもんじゃない簡単にできないんだそういうのは別れよというわけで次回もお楽しみに